なんで？ありがとう、マリちゃんも。あ、ごめんごめんごめん。フォロワーゼロになった。なんで？え、なんで？え？フォロワーゼロになっちゃった。マジ？だからヘルペスじゃないっつうの。え、もう戻らんの？しばらくしたら戻る。え、なんで？え、もう戻らん。みなこって配信者に花火8000発投げてた。誰？みなこ。誰それ？どういうこと？やべえ、フォロワー消えた。
フォロワー消えた。日曜日は二人の愛の歌を聴きに行きます。日曜だっけ、誰、58号さん。この人違う、怖え、違うの、この人じゃないの、違う、どういうこと、 いるけどちょ、よくわからん、よくわからんわ、この方違う、これ根岸さん違う、呼ばれました。会食中ですが、要件は何ですか。僕全然違いますよ。僕話してません。コメントがそうやって言ってるんですよ。はい。ID みほなんだよな。ID はみほなんだよ。不思議だわ。普通ネギシとかさ、そういうのじゃん。 ID ミホなんだよね、がっつり。なんでだろうって。もう見たって。嫁の名前なの。おつ、またあのこと言ったの。誰？もう疲れる。ほんといい加減。マジで。あの子って誰？いや、さっきやばかった、お腹。やばいわ。でも政治もホロランに爆破してたよ。あ、俺ホロランどうなんだろうな。死んでんじゃないこのやつらは。
音フェスやばいんだって。で明日はちょっと企画します。コス、お前意外と分かりやすいんやね。分かりやすいわ。素直なんやね。何が？あーつまんなくなってきた。寝てた。絶対そろそろ帰った方がいいと思うけどな。知らねえ。ネットってそういうもんじゃない？っていう時点で気持ち悪いでしょ。確実にあれだな。それ離れるだろう。どれだこれ。俺もやめよっかな。やりたくなくなった。あ、やばい。なんか無理してやる必要ないかなって思えてきたもん最近。なんか気持ち悪いじゃん。コメント走らない枠ってね、キモいでしょ普通に。まあ自分のせいでもあるんだけどね。でも気持ち悪い純粋に。あとフォロー会どんどんしてく。決めた。ストレスになる。フォロー会っていうかブロック。これアニメの時間だ。危ない。あれ気持ち悪い。来るよ。今日投げてくれた人の
ね、あの DM 来た人投げてくれんかったでね、うん、投げないんだから死ねよと思ったもんマジで。やっぱりなってなるもん普通に。シンプルな気持ちで、こういうのを本来言っちゃいけないんだけどね、はあ、大阪行こっかな。ふわっちって距離感近くないって言っても分からん。近いんじゃね。この間石川県行くって言ってなかったか。言ってた。石川行こっかな。じゃあ マジ石川行こっかな。忘れてた。ああ、まあやってないか。もうそういうのはキャスやった方がいいんだよな、他県は。やんならもうとことんマジでゴミクズ見せようかなと思ってんねん。だからもう別にリスナーとかどうでもよくなってくる。痩せたでしょ。だ
てキャスやればリアトツ来てくれるし。ね。あー、やっぱどうしよう。養分が貴重へ羽へし折った。でだからそれ必然な結果論なんだって。さすがにそうだろ。だってずっと家にいる人とずっと家にいない人で変わってくるだろ。あとずっと一人でやってる人とずっとあの二人でいる人は結果が変わってくるだろ。やっぱイベント参加する。じゃあ俺さ計算があったね。あ待って、ルーキーになる。踊んねん。いやちょっとやった方がいいかなって思って。絶対いるからな。めっちゃ返してた。返さんとマジで。これ俺マジで LINE 見てなかったんだよな。9溜まってるわ。キモいでしょ。いくちゃんも感じてる。いやでもなんかもう初めて4日間やった3日間か休んだの。やっぱ違うよねマジで。気合の入れ方が違う。電話出れなくてね、ごめんねって。だからしかも見たら配信中だったから、だから配信中にかけたんでしょあれ多分。ごめんねっていう。TikTok はどうするんよって。いや別に言ってもいいけど。
思うままにやったらいいのでは。確かに。あーどうしよう。で、金のことを考えると今度は何が起きるかというと、配信が嫌になってくる。本当にもう本当お金のこと考えた配信嫌になってくる。いやマジだね。嫌になんなってマジで。閲覧がね、あとはなんだろう、別にカードのやつは冷めてないけど、ちょっと使いすぎた。でもそういう時はやらないのが一番、配信を。マジで俺も今回で知ったもん、全然違う。別に配信やらないからリスナーやめるってね思われたらもうそれまで。ぶっちゃけ、もう他に投げちゃうとかさ、もうそうなったらもうそれまでよ。じゃあその応援するっていうのがね嘘だったんだねってなるじゃん、まあ、そんな日常茶飯事だけどな。やめないけどね、配信は やめませんよ。でもさ、あの3日よ、3日だよ、ね、ゴールデンウィークよりも短い期間休んでね、なんかそのやめられたら、じゃあもうだってどっちみちいなくなるようなもんでしょ。でしょ、お前らだってゴールデンウィークとかさ、じゃあ3連休の時とか会社であると思うけどさ、3連休の間さ休んでるじゃん。で3連休ぶりに会社行ったらさ、顔忘れるか、忘れねえだろな。あそれと同じよ、イベント中。じゃあ投げてるやつが言ったならいいよ、まだ投げてねえやつが、だって投げてる人から来てないもん、そもそも。本当よ先生、知らねえよ、アカウントで分かるわけないだろ。興味ねえもんマジで。あ、アリさんありがとう、おいしょ。なんか鳥肌出すよね。やべ、お腹痛え、また来たわ。これもう一回出すとやばいぞマジで。ちょ待って、一回出すと長いぞ。じゃあマジなんだってこれ、シナほらな、ほ
これマジなんだって。多分これ下痢だ。ああもう。っておならで解消させて。じゃあ本当なんだって。一回出すと長いんだよ。わからん。来るぞこれ。もう俺ほんと一回大するとずっとこもるから、うん、ほんまに。出ないんだよ。やめとくか。もうこれでやめる。本当に。あ、やべやべ忘れた。わかんないけど、大阪行くやん。でこっちやらんときゃ。明日 D を受け継ぐしものになるわ。
あ、てかさ、俺切らんくてもよかったんじゃね。あ、そうか、切れちゃったんだ。なんか色落ちちゃうんだよね。これどうすればいいの、これ。また染めに行かんといかんの。こんな早く色落ちる。買ってね。てか血が何にも知らさすぎる。多分また俺任せだろ絶対。あいつマジで何にもしねえ。絶対人任せ。なんでこんな嫌になっちゃうんだろう。話すことがない。分からん。起きたらやる。イベント参加してないけど。協定でもやるかな。大阪行ったら。だからヘルペスじゃないっつうの。なんか言ったらわかるの。よ。カミソリやって。大阪。本当にやばかったわ。いや、泣きたいよ。
マイナリ。でもなんか分かった、あのさ、その配信でさ、じゃあお前らなんか好きなこと言えって言った時あったじゃん。でその時分かった、いや女芸、じゃあ女芸がダメなんだっていうのが分かったんだけど、じゃあそれこそなくすとね、あのそれこそ言ってるやつらがガチ恋なんだなって分かった、うん、だって嫉妬するんでしょ女芸したら。いや俺その時あんまり気づいてなかったんです、そのなんかぼーってなんかやってない時思ったんだけど、ね、しかもなんなら言うとその多分ガチ恋らしき人から投げられてねえし、いやなんか俺そこが吹っ切れた。別にどの人とコラボしても関係なくない？うん、投げねえガチ恋なんていらねえだろ、ゴミだろ。いやマジでゴミ同然だろ。いやだって必要のない存在だよね、いらんくない？普通に、え、なんか求める？そこに別に付き合うわけじゃないし、別に生き方で売ってないし、養豚場じゃないんだからさ、ね、ここもねガチ恋を育てる場所じゃないんだわ。いや本当にだったらタワク行って可愛がってもらえるとこ行った方がいいよ。ベトナム行って七地姫とコラボ。七地姫って誰？ YouTuber？チームって誰？あーなんかリスナー来てたな、そいつの。それが七地姫？ん？違うか？なんか秋葉のとこにいるとき来てたの。あ、お、いるやん。これいや知らない、なんか分からんわ。口にんといて、あんまり。